リサです。よろしくお願いします。あの、ハンナではないんですけどちょっとちょっといろいろあって4曲しかやらないのであの、ここをしてあと3曲聴いてください。で、リサはゆうすけくんがワンマスでね、歌ってくれて、私アニソン全く聴かなくて、アニソンやんな、あ、アニソン歌手か本当に聴かんから、初めてこういうのを歌って、なんかちょっと練習しないと歌えないような感じやったから、めっちゃいい機会になったなって感じです。私だけ4回生なんけど、こんなお見苦しい格好して申し訳ない皆さんチューニングはしましたか？めちゃくちゃかっこいい曲やるから、みんな動いてな。めっちゃかっこいい曲やるから、いきますか。はい、ヤンキーマーメイド。
ます。あの、巻き巻きバンドです。で、ちょっと押してるけど珍しく私が MC をちょっと考えてきたんだけど、あのチェンジは私はこれしか出ないんですけど、3回の新刊で村正してから毎回毎回 TH のライブ意外とそう。いや、あの、今のむっちゃんの代が入ってくる新刊で村正した時からずっとライブで出続けてて、それでここ最近はあんまりバンマスで出してないんやけど、こうやって出れてるのはやっぱ1回生とか2回生が誘ってくれるからで、すごい思うのはなんか4年間同会はもちろんのこと、すごい人に恵まれてたなってすごい思います。あの幹部とかもそうやし、5人でずっと AV やってて、あとライブのメンバーもそうやし、あと学部で私がもし卒業多分できるのはババと裏毛のおかげやし、なんか本当に人に恵まれた4年間やったなって思ってめっちゃ感謝してます。で、あのそれだけなんやけど、ちょっと後輩のライブ、後輩メインのライブやから、これはちょっと場所ありがとうみんなこの場をお借りしてお礼を言いました。ってことで、あの私も昨日ゴッツも言ってたけど、私もゴッツと一緒で火水休みで、多分てか絶対 OB ライブ出れへんから、見にこれもせんと思うから、これで最後やと思います。遊ぼう、火水でユニバとか行きたいから、平日にゴッツとゴッツしか多分遊ぶ相手おらんから、とりあえずは後輩誘ったりするかもしれんから、みんな遊びましょう。ということで、あと2曲やります。あざました。Alright,
Thank you.